Hey there, guys, and welcome back. And you're probably wondering, where are all the recaps like Ishin had? Guess what? You get a recap right now. Just like Ishin. Previously on Yakuza Zero. Asia 最大の歓楽街カムロ町で起きたある一件の殺しだった。カズマ・キュリー beats up this bitch. その濡れ衣を着せられた堂島組若衆キリュウ・カズマは Then walks down the street with blood on his face. 若頭の風間を守るべく決死の覚悟で Then beats up these bitches. キリュウをはめたのは風間に次ぐ組の会長 bitch also. 堂島組若頭補佐 He's a bad bitch. 久世剣能会会長 But he beat him up. 久世大作その最終的な狙いは殻の一坪と呼ばれる土地にあった巨大な利権の絡むカムロ町再開発計画にとって欠くことのできない殻の一坪そのわずかな土地をめぐる極道たちの熾烈な争奪戦にある一人の男がキリュウを And then he met this dickhole that could turn off power with his hands. 立花哲。その背後に隠された風間の意志がキリュウの運命を大きく変えようとしていた。All right, so let's get this started.So we're at the batting cage. それで結局立花不動産と手を組んだってことか。ああ。とりあえずはそこの社員って形だ。社員？へえ。そんじゃ極道からの華麗なる転身ってとこか。ま。そこも堅気には思えねえけどなそうだなとなるとお前の殺しの濡れ衣を晴らす件は立花不動産が手貸してくれんのか立花はもう方々から情報を集め出してる立花不動産の情報網を使ってな期待できそうか多分なただ立花が掴んだ話や札の方でももう俺のこと嗅ぎつけてるらしい殻の一粒の死体から俺の指紋が出てるおいそれじゃお前すぐ札に手配されちまうんじゃねえかいやそれについちゃ立花が札に鼻薬効かせてる完全に操作止めるのは無理としてもいくらか遅らせることはできるって話だそれでも真犯人を見つけない限りはいずれ殺に追われる俺が街を自由に動き回れるのはもってあと3日ってとこだなるほどでもやっぱり立花ってのは結構な力持ってんな殺にも太いコネがあるってわけだそうらしいなその件についてとりあえず連中に任せるしかねえかでお前は今何してんだだから不動産屋の仕事だは殻の一粒の持ち主がはっきり見つかるまでの間だけどなもう一息ってとこまで来てるらしいがそれまでは不動産屋の普段の仕事を手伝えって言われてんだ仕方ねお前が堅気の仕事するってああ小田っていう立花不動産の幹部が俺の教育係にいてなそいつとこの後キッサアルプスって店で待ち合わせてるだがその前に俺のこの服を何とかしなくちゃならなくてよ服極道丸出しじゃ仕事に何年だと真っ当な肩着に見える服を仕立ててこいとさああお前もしかしてそれで俺のことを呼び出したのか
服についちゃお前に聞くのが一番だ。お前なら真っ当な仇の服見立ててくれるかと思ってな。人を見る目があるぜお前。わかった、任せとけ。安心しろ、そんなに期待しちゃいない。ただ俺が選ぶよりはいくらかマシだろ。お前なあ、それが人に物頼む態度か。待ち合わせまで時間どれぐらいあるんだ。そんなにはないな。できればカムロ町で買い物を済ませたい。それじゃあんまり選択肢はないな。この近くでビジネス用の服売ってる店っつったら中道通り裏のメンズスーツか。中道通り裏？そんなとこに服売ってる店なんてあったか。新米のホストがスーツ買いに行くような店だ。高級ブランドなんかは置いてねえが、まあとりあえずの間に合わせにはちょうどいいだろう。贅沢は言わねえさ。それじゃ行くか。 Alright, so I guess I have control now, right? So where are we going? Alright. ちょっと待てよ。 Doesn't sound like a bad place to go?Even though I don't know where I'm going at all, but okay. それにしてもおめえ、俺に服の見立て頼むってことはセンスねえって自覚があったんだな。余計なお世話だ。Oh, these guys, they're gonna want to fight. Let's see if I can avoid them. お前も適当にやってくれりゃいい。何言ってんだ。俺がやるからには手は抜かねえよ。きっちり気合の入った仇に仕立ててやるって。いや。普通でいいって言ってんだろう。まあ任せておけ。When I get into a fight, does the other guy fight with me? Or am I alone? Oh, he does. He fights with me. Cool enough. Oh, wait a minute. Oh, crap. I was going to do something. Wait. Do that. Grab someone. Grab someone now.Go, do it. That's achievement. And also a CP point. Come on, do it. Oh. And I got a CP point right over there for something. I don't know what I did. Can you grab him? Can you grab him? Can you grab him?No, you're not gonna grab him, huh? Alright, there we go. I'll try and do that later.着いたぞ、ここだ。本当にこんなとこにあるんだな。そんじゃ入ろうぜ。気に入ったのがあったら言えよ。I think it's a trophy, but I'm 100% positive it's a CP point. 無難な線だと。I think it's about three of them if you do it enough. なんかパッとしねえな。地味だな。それが肩切ってもんだろうが。見え張ってなんもなのは極道だけだ。Oh, I didn't fully explain. You use heat when your partner grabs somebody. 貧乏人っぽく見えるんじゃねえか。Obviously on the same guy. おめえにぴったりだな。うるせえな。お、これなんかどうだ。バカ。おめえ、それ絶対やめとけ。選ぶんじゃないかとは思ってたけどよ。なんでダメなんだよ。これじゃあスーツの自己主張が激しすぎて、アクセサリーや髪型、靴、腕時計、全身コーディネートしないと浮いちまう。
着こなすにはセンスだけじゃなくて手間も必要だ。おめえみてえに無頓着なやつだと服に着られるのがオチだ。ったく、めんどくせえ。それじゃあ、これはどうだ。色は落ち着いてるが、ラペルがピークドで意外と派手に見えると思うぞ。お、白か。さっきの柄物に比べりゃマシな方だろう。よし、これ試着してみろよ。 Wonder what this talk was all about. Are they buying a suit or something? Yo, これでどうだ、ニシキ。何笑ってんだよ。いや、やっぱ何着てもまるで堅気に見えねえと思ってよ。You're laughing at that suit? You're wearing purple, dude. ちっ、お前の見立てた服じゃねえか。わかってるって。いや、でもよ。お前がどう言おうが、俺はこの服が気に入った。これでいい。え？おい、いいのか？全然リーマンっぽくなってねえぞ。織田には服を何とかしろと言われただけだ。やることはやった。文句言われる筋合いはねえさ。そっか。よし、わかった。そこまで言うなら、そいつは俺のおごりで。兄弟の新しい門出だしな。何言ってんだ？あ？はなから俺はお前のおごりのつもりだったよ。なんだそりゃ。ありがとうございました。付き合わせて悪かったな、錦。助かった。ああ、お前この後待ち合わせなんだろう、立花不動産の。Sorry, I had to clear my throat. 小田だ。キッサアルプスで会うことになってる。そうだったな。ところで気をつけろよ、キリュウ。クゼがお前をぶっ殺すって息巻いてるらしいぜ。例の一件で指を落としてから相当来てる。だろうな。危なくなったらいつでも声かけろよ。じゃあまたな。All right, so now, where do I need to go? All right, that's not too far at all. Oh, crap. Can I get through there? Oh, this guy again.よ、来たが、待ちくたびれたぜ。おだ。サンが抜けてるぞ、おい。上司呼び捨てにするやつがどこにいんだ。大体お前、その服なんだよ。ちゃんとしろっつったろ。全然堅気に見えねえじゃねえか。あんたに言われたくねえよ。あ？あれ。そうか？他にもっとマシな教育係はいねえのか。立花不動産には。バカ言うなって。俺以外の誰がお前の手綱握れるんだ。覚悟しときな。俺の教育は厳しいよ、キリュウ君。なんだこれ。伊達メガネだ。どんな面でもなぜかまともな人間に見える。俺にこんなもんつけろってのか。いちいちダダこねんなよ。ま、何もしないよりマシだわな。Did he just put on... Wait, when did he put on glasses? さてと、
それじゃあ早速始めるか。 She just like cut away then glasses just appeared. 今からこの店で得意先のじいさんと待ち合わせて。そいつが年の割に世間知らずの資産家でね。どうも立ちの悪い戦友屋に目つけられたらしい。戦友屋？ああ？ヤクザのくせに戦友屋を知らねえのか。しょうがねえな。戦友屋っつうのは、平たく言いや、立ち退き料を目当てに建物を占拠しちまう奴らのことだ。建物を占拠？ああ。よく借金の方に裁判所で売りに出されるビルがあるんだが、これを競売物件という。普通の出物より相当安いけど、こいつを競り落とすとその占有屋がどっからか湧いてくるんだよ。で、自分たちはこの建物から出ていかないぞと居座る。連中の狙いはビルの買い手にデタラメな立ち退き料をふっかけることだ。本当はそこの住人じゃないのにってことか。そういうこと。もっとも占有屋は大抵ビルの元の持ち主とグルだ。占有屋はせしめた立ち抜き料から元の持ち主に分け前を払うって仕組みになってる。それじゃあその占有屋を力ずくで追い出すのが俺らの仕事ってことか。いや、そうはいかないんだ。か弱いビルの住人たちは法律で守られているんでね。力ずくで行けば警察沙汰になる。そん時捕まるのはもちろんこっちだけだ。おかしな話だろ。結局ビルの買い手は理不尽な金を払わねえと占有屋を追い出せねえんだ。確かにな。けどその金をなるべく払わずに済ませたいってのが今回の俺たちへのオーダーだ。じいさんそろそろ来ると思うんだが、先に店に入ってるか。おっと、その前にこれ渡すの忘れてた。ジリュー君の名刺だよ。Is that a wallet or what? これであんたも立派な立花不動産の社員だな。いいか、今日はお前のサラリーマンとしての適性を測る。あんまり舐めた真似するようならきちんと社長に報告するからな。わかった。Was that a wallet? I don't even know. いらっしゃいませ。お好きな席へどうぞ。Alright, so what do they want me to do?席は入り口の近くじゃダメだ。他の客が出入りして落ち着かないだろう。Why is Cosmo just staring at the table? こういう時はもう少し奥の席に住んだよ。わかった。もう Table was already square, so he doesn't need to square it up. 気抜くなよ。てな、おい。よし、この場所なら問題ないだろう。仕事の話をするのにおあつらい向きだ。Sure, why not? おい、まさか上座に座ろうなんて思ってないよな。入り口に近い方が下座で、遠い方が上座。俺たちが座るのは当然下座だ。それくらい知ってる。知ってても実行できなきゃ意味ないんだからな。椅子に座るときは常に気をつけるようにしとけよ。わかった。いらっしゃいませ。ご注文はお決まりでしょうか。ああ、そうだな。コーヒーを。いや、注文は連れが来てからにする。また後で頼むよ。かしこまりました。 But first we were beating this guy's face in and now we're chatting at a diner. 先に注文する気だったんじゃねえだろうな。逆
夜行待ちながら優雅にコーヒーなんざすすってちゃ話になんねえぞ。それがビジネスマナーってもんだ。そういうもんか。別に期待しちゃいなかったけどよ。せめて同じことは二度言わせんな。しかしめんどくせえな。何言ってんだい。ヤクザの方がよっぽど礼儀にうるせえぞ。上の人間ほどわきまえてるもんだ。あ、おい、来たぞ。あのじいさんが今日の客だ。どうも、山根さん。お久しぶりです。ああ、悪いね、小田さん。なんか面倒なことになっちゃって。こちらは？うちの新人で桐生です。山野井さんよりご依頼の件、こいつがやらせていただきますんで。へえ、そうですか。立花不動産の桐生です。いいぞ。名刺交換は挨拶の基本だ。Wonder what happened if I missed that. 名刺を渡し忘れるようじゃ、その先の取引には繋がらないからな。だが、残念。名刺が逆さまだ。あま、初めてにしちゃ上出来だ。多めに見といてやるよ。桐生さんですか。これからよろしくお願いしますよ。こちらこそ。よろしくお願いいたします。なるほど。お話聞く限り、相手は典型的な占有屋ですね。山野井さんがそのビル落札したのは先月でしたか。すると占有屋が居座り出したのはその直前。ええ、まあ占有屋は一人ですね。はい、辻って男です。四十過ぎくらいかな。なんだかホームレスみたいな汚らしいやつでして。そいつから立ち退き料の要求はありましたか。まだです。できればそのあたりの交渉も全部立花さんとこにお願いできればと思ってまして。私も年寄りですし怖くてね。なんとかうまいことあいつを追い出してもらえませんか。もちろんです。時に山野井さん、占有屋への立ち退き料いくらまでと考えてます。早いとこ済ませたいですし。そうですね、500万くらいなら。500万？勝手に居座ってるだけのやつにか。それはまあ、安く済めばそれに越したことはないですけど。もともとあんたがそいつに金出す筋はねえんだ。俺ならビタ一文払う気になれねえな。おい、失礼だ。その辻って男、自分にはヤクザがついているなんて言うもんで、揉めるとあとは怖いんですよ。お察しします。でもご安心ください。うちの桐生はヤクザを扱うエキスパートですから。あ？ヤクザのエキスパート？いやー、こいつはなんていうか、ちょっと気合の入ったヤクザオタクでしてね。時々ヤクザになりきっちゃあいつに言ってるんですよな、桐生くん。ああ、そうだな。ま、立ち退き料はできるだけ安く済ませますよ。それじゃあ頼めますか。もちろんあなた方への謝礼は別に用意しますから。それはありがたいんですが、立花から謝礼は遠慮するようにと言われてます。いつも山野井さんにはお世話になってますから。本当ですか。いやー、さすが立花不動産だ。やることが粋だね。で、問題のビルというのはどちらに。天下一通りにある杉田ビルです。わかりました。あとは我々にお任せくださいな、
ケリュウ君。All right, do I have control now? Maybe after this little talk here. 話は分かったな。要するに、占有屋をビルから立ち退かせろってことだ。ま、交渉は俺がやるよ。仕事の手本を見せてやるからな。占有屋のバックにはヤクザがついてんだろ。交渉だけで済むのか。そこは俺の腕の見せ所だな。差し当たってキリュウ君、君に最初の任務をやろう。なんだ。ひとっ走り菓子折り買ってきてくれ。は？相手が占有屋にしても手ぶらで交渉ってわけにいかねえだろう。これもビジネスマナーってやつだ。またそれが。わかったよ。菓子折り買ったら杉田ビルの前に来てくれ。俺は先に行って待ってるから。それじゃまた後でな。はあ。All right, so we're parting ways. That's good. Probably. As long as they give me the next goal. All right, so over here. Which I still need to actually do some.Yeah, I'm just not willing to pay that much right now. To get this one, I need to pay that much too. If so, I can get the final few training exercises with this guy. But oh well. I'm just not willing to pay that much right now. I need enough money on me. Yo, Kiryu-kun. ちゃんと菓子折りは買ってきたか?おいおい、お前本当に元ヤクザか?使いっ走りくらい確実にこなしてくれよな。すまん、すぐに買ってくる。 So, wait. Let me try talking to him again. よう、キリュウ君。ちゃんと菓子折りは買ってきたか?あ。おいおい、お前本当に元ヤクザか?使いっ走りくらい確実にこなしてくれよな。すまん、すぐに買ってくる。 What does he want? This is another roadblock, I can tell you that. So what I'm actually gonna do is I'm gonna cut off and once I figure out what I need to do, we'll be back. So see ya in a bit. Okay guys, I found out what I needed to do actually. So what we're gonna be doingis, wait, wrong button for that. There we go. We're actually going to be going right here. And we're going to pick up something that looks sort of like a lotto ticket. Wait a minute. Dream Machine, it's available, so I'm going to actually do it. It's probably going to bone me. That's not a bad deal, actually. Actually came out ahead on there, but sometimes I pay like $100, it's not technically $100, I guess it would be in the six digits, $100, that's, I don't know what that would be in Japanese, so.I guess it'd be 600,000. I don't know. But anyway, we're here. And so what I'm actually going to be buying is one thing. I actually experimented because at first I grabbed a bunch and I was like, oh, then I want to figure out which one would do it. This looks like a scratch off lottery ticket, but we need it. So there you go.And it can only be bought here, so you actually have to go over here.
Alright, so now that we did that, let's make our way back. Oh crap. Oh well, this should be quick. I actually need to go and do something before I actually progress the game. I actually put it on easy to do a few things. As you can see, I had quite a bit of money. I didn't do money farming per se, but every time I did run into an extortionist, I kind of did do one thing. I did the stab trick, where you can keep stabbing them until they fucking die. Which I need to go. Oh yeah, this is what I need to do. Just try and figure out why I was in the menus for a minute. There we go, normal. Supposedly it works best when you have it on easy because you do more damage. Yo, Kiryu-kun. Chanto kashiyori wa katte kita ka? ああ、これでいいんだろ。よし、さすがにこれくらいはやってくれなきゃな。で、ここが問題の杉田ビルだ。ここに専用屋が居座っているってわけか。ああ、それじゃ行くぞ。All right, so let's go and accept. お手並み拝見といこうか。まあ見てな。この部屋らしいな。すみません。辻さんいます？山野井さんの代理で参りました。立花不動産のもんですがね。立花不動産？あとこれつまらないものですけど。おい、勝手に何すんだ。Oh, it's a Genesis. Look at that. ああ、汚ねえな。あなた。こんなにゴミだらけじゃ立ち抜くの大変じゃないですか？立ち抜く？なんだよそれ。俺は立ち抜く気なんかねえぞ。そうは言ってもね、このビルはもう山野井さんが新しいオーナーになったわけだから、それをあんたがいつまでも立ち抜いてくれないって困ってんですよ。民法395条。I remember when I got my Genesis, I think I was 7 years old. 勉強しな。たとえ抵当権が設定された不動産でも、短期賃貸借の場合、抵当権者に対抗することができる。要するに俺は法律に守られてここにいるんだ。なんなら出るとこ出るか。硬いこと言わないでくださいよ。立ち退いてくれるなら引っ越し費用はこっちで持ちます。ここの物件と同程度のとこをうちでご紹介しますよ。あのな、俺はここが気に入ってんだよ。そうやって何でも金で解決しようってのは感心しないね。立ち退き料目当ての専有屋がよく言うな。なんだよ専有屋って。てめえ言いがかりつける気か？ねえ辻さん、茶番はよしませんか。新しいオーナーさんとしてはさっさとこんなボロビル転売して一儲けしたいわけです。そんなもんそっちの都合だろ。お前ら下っ端じゃ話になんねえ。そのオーナー連れてこいや。あ？だったらそっちもさっさとバックにいるヤクザ出したらどうです？ヤクザ？何の話かわからねえな。だからそんな猿芝居はいらねえってんだよ。部屋に居座るだけが脳のチンピラが、でけえ口叩くな。なんだと？
あんたごときにオーナーは出てこねえよ。バックのヤクザに伝えとけ。お前らの交渉相手はこの立花不動産だってな。あんま調子に乗んなよ、不動産屋風情が。それじゃ要件は伝えましたよ、辻さん。ま、最初はこんなところだろうな。ずいぶん荒っぽい交渉だったじゃねえか。ビジネスマナーってのはどこに忘れてきたんだ。仕事ってのは使い分けが大事なんだよ。大体あの辻って専用屋はうちの交渉相手じゃねえ。まずは本物の交渉相手を引きずり出さねえとな。本物の交渉相手、バックにいるヤクザか。ああ、結局向こうも金が目当てなんだからよ。お互いぶっちゃけたらあとはさっさと話進めようってことになる。おお、it looks like we got a fight going on here, maybe. 鈍いね、キリュウ君。本物の交渉相手だろ。早速反応があったってことだ。おたくらが立花不動産って人たち、山野井さんの代理だって。 What's this Tachibana thing going on? あんたは？おたくらの味方ですよ。杉田ビルの専用屋に困ってるんでしょ。ええ、まあね。それうちが話しつけてあげるよ。そしたら彼すぐに立ち退いてくれるから。なるほど。その仲介料としてうちはあんたらにいくら払えばいいんです？話が早いね。さすがカムロ町の不動産屋だ。そうだな、700万ってところが。あのビル転売したら奥は儲けが出るでしょ。700なんて良心的だと思わない？ほんの少し部屋に居座っただけで700万。あんたら楽して儲けすぎでしょう。楽して儲けてんのはお互い様だろ。今時の不動産屋は濡れ手で泡だ。だからってあんたらに払う金はないよ。ただそれでもあんたらには専用屋に口聞いてもらう。へえ、どうやって？もちろん力ずくでだよね、キリュウ君。おだ、あんた花からこういう筋書きだったのか。まあね。でも新入社員の初仕事にしちゃ相手の数が多すぎたか。いや、そうでもねえさ。余計な手間かけさせやがる。この手間賃も仲介料に上乗せするぜ。 Do those glasses on them have a purpose? Are they like reading glasses? その手間賃ってのはいくらだ？ Or are they just like 300万 fake glass and 合わせて1000万だ！ You know what I mean? Just like fake glasses pretty much. To make him look like he's sophisticated or something.Go! Whoa, look at that bike go! That bike, like, went a fucking mile! There we go! てめえら、こんな真似してタダで済むと思うな。その面覚えたからよ。お前らどこの組のもんだ？登場会太平一家だ。太平一家？
あいつの組か。堂島組若頭補佐、阿波野博樹。うちを敵に回したこと、後悔しても遅いからな。首を洗って待ってやがれ。河村町には星の数ほどヤクザの組があるのによ。夜によって堂島組の下っ端だったわけか。まずいとこにぶつかっちまったな。もっとも俺らが殻の一粒を追ってりゃいずれ勝ち合う相手だ。いい挨拶代わりになったんじゃないの。Who's this punk? Seems to be hiding. Oh, it's that guy. まだその ビルに居座るつもりなら、さっきの話の続きするかい？いや、その。あんたの後ろ盾は見ての通りだよ、辻さん。それでもまだ一人で頑張る気。いえ、めっそうもない。あ、そう。それじゃ、今夜中にあの部屋出てってね。明日の朝までいたら、この桐生君が何してかすかわかんないよ。今夜中に立ち退かせていただきます。すいませんでした。これがあんたの仕事のやり方ってわけか。俺のじゃない。全部立花社長から教わったやり方だよ。ま、最初の仕事にしては上出来か。どう？極道やるよりよっぽど楽しかったろう。仇の人間からも感謝されるしな。俺が極道になったのは仕事を楽しむためじゃねえさ。お前もしかして殻の一つを手に入れたら極道に戻る気か。そんな先のこと考えてねえよ。そっか。それよりこの後はどうする。ああ、問題の戦友屋は追い出した。お前は山の井のじいさんに報告頼む。それが済んだら天下一通りのセレナって店に来てくれ。ここのすぐ近くだ。セレナ？何の店だ。ただの小さなクラブだよ。安心しな、今度は仕事じゃない。ささやかながら今日の打ち上げと行こうじゃないの。俺のおごりだ。案外気前がいいんだな。まあね。その代わり山の井さんへの報告はお前一人で頼むわ。あのじいさん、マイボールでボーリングするのが日課でね。マッハボールに行けば。That red is some kind of hint. マッハボールか。わかった。それじゃ、また後でな。Some kind of important word.Alright, so they pretty much blocked off the ways I could go. Yeah, それにしても頑固ですね、山の井のじじいは。自分の物件なんてもうほとんど残ってない状態なのに、あれだけ圧力かけられてもまだ抗うとは。まったくだ。しかし今回は体にみっちり教え込んでやったからな。いい加減次は落ちるだろう。山の井さえいなくなればあのエリア一帯は娯楽王とまで呼ばれている設楽さんのものになったも同然ですからね。まあそうなるな。これでファイブビリオニアの他の連中にも
でかい顔ができるってもんや。Who the hell wears leopard pants? Other than women. Who the hell? Even in the 80s, I probably wouldn't wear leopard pants. Of course, I was a kid then, but... Alright. So we continue down over here. Has some pachinko in the background, or was. Oi, shikkari shiro. Kiryu-san, onegai shitei ta shigoto wa katazukimashita ka? Ah, sonna koto yori daijoubu ka? Byouin e iku ka? Ie, daijoubu desu. Sugita biru made yoroshii desu ka? Wakatta. Sumimasen ne, arigatou gozaimashita. Senyou ya no ken mo buji katazukete kureta mitai de. Iya, sore wa betsu ni kamawan. Sore yori 大丈夫なのか。ええ、おかげさまで大した傷じゃないですよ。あいててて。しかし、一体どうしたというんだ。実はうちを潰そうとしている連中がいましてね。そいつらの要求を断り続けていたらやられちゃって。あんたを潰そうとしている連中、もしかして娯楽王とかなんとかいうやつらか。え、キリュウさん、どうしてそれを。さっき向かう途中で絡まれてな、山の井を消すだの殴っただの物騒なことを言っていたから、もしやと思ったんだ。そうですか。一体何なんだあの娯楽王ってのは。娯楽王、パチンコ経営をはじめとした娯楽産業で成り上がった億万長者です。ファイブビリオネアの一人と言われています。ファイブビリオネア。今カムロ町で最も多くの金を動かしていると言われる五人の億万長者の総称です。娯楽王の他にも風俗王、電脳王、賭博王、芸能王と呼ばれる億万長者たちがカムロ町の物件に次々と手をつけ始めているんです。その圧倒的な資金力と金をばらまいて従えた悪い連中たちを使った圧力と暴力でね。そんな奴らがいたのか、知らなかった。彼ら5人はカムロ町を5つのエリアに分け、それぞれを自分のものにしようとしています。うちに目をつけている娯楽王はその中の一つであるこの天下一通りエリアを手に入れようとしているというわけです。私も多少ですがこの辺りの有力な物件を所有していますから、娯楽王はそれを狙って私を。なるほどな。奴らを狙いはあんた自身ではなく、あんたの所有する物件ということか。しかし、なぜ連中はそんなに物件を欲しがるんだ。つまるところ、金儲けです。マネーゲームを楽しむためですよ。
現在の異常なまでの景気で物件や土地は転がせば転がすだけ金が儲かる。まさにうちでの小槌です。東洋一の歓楽街神室町の物件は特にね。彼らはゲームで大いに力を発揮してくれる、そんな優秀な駒を何としても手に入れたい。物件を駒扱いか。だがその駒には懸命に働いている奴らや平和に暮らしている奴らがいるわけだろう。What kind of Sega game is that, though? I don't think I ever seen one like that. It looks like a Atari game. ばかりを考えて、そこで生きる人々や神室町という町のことを一切考えていない。Also, I had old school TVs, and normally, the Genesis resolution matches the screen. As long as it ain't HD or anything.だがいつかはこの景気の So I don't know why there's like letterboxes on the side or anything on that damn thing. カムロ町はこのままマネーゲームで引っかき回され続ければ雑草一本生えない荒れ地になってしまいかねない。私も長くこの町と共に生きてきた男。カムロ町が大好きだ。だからこの町をそんなことにはさせたくない。そのために抗ってきたんですが、大好きは love, right? さすがにこの老体には荷が重すぎたようだ。もう限界ですかな。Because I heard that like a few weeks ago, whatever. もう少し頑張れないのか。そんな奴らの金遊びのためにカムロ町を荒らされるなんて、たまったもんじゃないぜ。もちろん、私もカムロ町をあいつらから奪い返して、昔の健全な状態に戻したいという思いはある。だがファイブビリオネアには膨大な金があるし、暴力に訴えかけることもできる。この老体にはそれがない。くそ、なんとかならんもんなのか。一つだけ方法があります。なんだ、それは。キリュウさん、あなただ。何？あなたには奴らに対抗できる腕力も、悪い奴らを許さない正義感も、揉め事を解決する力もある。専用屋の件も、私が手に負えなかったところをあなたはすぐに解決してくれた。そんなあなたがこの事務所を継いでくれれば、もしかしたら彼らに一矢報いることができるかもしれない。何言ってんだ、買いかぶりすぎだ。俺には経営能力もなければ経験もない。誰でも最初はそうです。難しく考えないでいい。私もあなたにお願いする以上、できる限りの協力はさせてもらうつもりです。ご安心を。それにこの任務は不動産のいろはを学ぶ上でもきっといい経験になると思いますよ。別に失敗しても構いません。どうせ遅かれ早かれ、このまま行けばこの事務所は潰れてしまう運命だ。しかし別に俺じゃなくても他に適任そうな奴がいるんじゃないか。なかなか桐生さんほどの男はいないと思うがね。それに私はあなたを信頼しているんですよ。あなたが思っている以上にね。なぜだ。桐生さん、あなた風間慎太郎という男を知っているね。え、あなたは風間さんが経営する施設の出だそうですね。つまり彼はあなたにとって育ての親だ。そして堂島組の若衆として杯を受けた今もその恩を忘れず、風間慎太郎を親として慕い続けている。あんた一体どうしてそれを。誰か信頼できる人間はいないかと探す私にあなたを推薦してくれたんですよ、立花さんが。立花が。ええ、くれぐれも内密にと念を押された上であなたのことをいろいろと話してくれました。ということはつまり、
さっきの話は全部立花も承知の上ってことか。ええ、立花さんもあなたがこの仕事を継ぐにふさわしい人物だと思っているんでしょう。あんた、風間のおやっさんのことを知っているような口ぶりだが、どういう関係なんだ。昔ちょっとね、詳しくは言えないが、一つだけ言えるとしたら、風間さんは私がこの世で最も信頼している男だということです。そんな風間さんを慕う昔の彼にそっくりのギラギラとしたしかし綺麗な目をしている男になら、私の全てを託してみてもいいかなと思いましてね。うん、お願いできませんか、桐生さん。今の神室町にはあなたのような男が必要なんです。わかった、そこまで言うなら勉強のつもりでやらせてもらおう。ただ失敗しても恨みっこなしだぜ。もちろん、一つよろしくお願いしますよ、キリオさん。 Alright, great. Oh, there's more. Because I'm a little bit worried because I don't want to make this an hour video, but it's about to be. It might already be, actually. Can I save? Was there a save around here? I could have sworn there was. Oh, it moved me. Okay. But there is a save right across from here, so that's cool. And is there any place I need to go? Ooh, I gotta go and find it? Well, that's actually a good time to actually end it anyway. So, anyway, guys, what I'm gonna say is like, comment, and subscribe. And see you later, guys. And have a wonderful, wonderful day.